こんにちは、くにゅんです。2020年の6月20日、今日はどういうことをしたいかというと、井上玲ちゃんがミュージックレターズ、6月の18日のポール・マッカートニーのバースデーについて少し触れていただいたということがありまして、私、井上玲ちゃんもポール・マッカートニーも大好きというのがありますので、少し遅れてしまいましたけども、今日はポール・マッカートニー、そして井上玲ちゃんについて触れる、そんな動画、初挑戦ということでやってみたいと思っております。いつも通りですから、くにおチャンネルとしてのコンセプトというのはかなり音楽寄りです。そして音楽寄りなところでお話ししていく上で、ハロプロと歴史、なんていうんですかね、音楽のヒストリーですね。それを和洋折衷に持っていこうというのが今日のテーマでございます。どういった風な進行か、最初に説明しておきましょう。まず、ポール・マッカートニーというのはどういう存在か、簡単に説明します。そして、井上玲ちゃん、どういうような雰囲気でポール・マッカートニーを紹介していたのか、それも紹介します。そして、最終的に井上玲ちゃんがポール・マッカートニーの曲を歌うならば、こんな曲がいいんじゃないのかというところに落とし込む。その3曲を紹介していくという感じでございます。お付き合いください。では行きましょう。まずポール・マッカートニー、もう言わずと知れたビートルズ、ザ・ビートルズですね。ユナイテッド・キングダム、イギリスのミュージシャンでございます。4人組ビートルズのリーダー、ジョン・レノン、そしてそのサポートというには才能がありすぎる。それがポール・マッカートニーだったと思って間違いないです。現在ももちろん現役で活動しておりまして、僕は来日公演なんていうのあるたびに拝見しに行くというのがね、続いております。メロディーメーカーとしてもそうですし、世界で最も成功したミュージシャンというふうに挙げて、ベースボーカルでは1位で間違いないと思いますね。そういった功績、そして曲も素晴らしい。ソロになってからビートルズの時代、様々あります。で、僕はここでちょっと個人的なもので挙げておきたいポール・マッカートニーの曲というので、ビートルズ3曲挙げてみたいと思っております。私、バンドマン時代が長かったもんですから、ポール・マッカートニーの曲というのをカバーしている、そんな時代がありました。ピアノボーカル、ギターボーカルなんていうのを僕は担当していた時期が、これも長く。特にお気に入りなのは、ホワイトアルバムというアルバムに入っている、マーサ・マイ・ディア。これピアノ弾き語りでやっておりましたね。で、ブラックバード。これもギター弾き語りでやっておりました。60年代の文化、そしてカルチャーなんてのは好きではあったんですけども、ビートルズというのはホワイトアルバムぐらいから独立しだす、ちょっと時代のムードとは違うところに行くなんていうのがありまして、その頃のクリエイティブというふうに私は捉えております。スタンダードがあって、それに対して、型ですね。型があって、そこを壊していく。壊していくんですけども、しっかり音楽のルールの中にはある。そんなのがビートルズだったような気がしておりまして、そこの作品作るジョン・レノン、ポール・マッカートニー、もちろんジョージ・ハリソンもリンゴ・スターも素晴らしいんですけど、僕は彼らのムードというところに、この、どっぷりハマっていく。そして、60s 時代がすごく好きになっていく。そんな時代というのが若い頃はなかったということでございます。てな形で、ポール・マッカートニーの作品、まず、マーサ・マイ・ディア、そして、ブラックバード、あと、もう一曲、ビートルズであげるんだとしたらっていうところなんですけども、ポールで僕に印象深く残っていったっていうのは、ペニー・レインとかね、あの辺の曲なんていうのは子供の頃好きだったですね。どうしても、ビートルズというところのノスタルジーというのが僕の場合はリアルタイムで生きていないのでありますから、その辺のバランス感というのが、なぜか、今挙げたような曲聴くとバンドであったり昔の覚えていない思い出であったりというところそこにつながるなんていうような話をしたかったそんな次第でございました。ではポール・マッカートニーの紹介をこの辺にしまして、さあ井上玲ちゃんミュージックレターズでどのようにポール・マッカートニーを捉えていたかというところも触れていきましょう。まずねレイレイが本人歌う歌のスキルですよね。でそこを上げるために外国の音楽をやった方がいいんじゃないかというところでお母さんの影響と言っております、こちらに書かれています Let It Be を歌いたいというようなことをボイストレーナーの先生に言ったそうです。ですけれどもボイストレーナーの先生はどうせなら女性のボーカリストを歌った方がいいよなんていうことでちょっとレイレイがそこからずれていってしまうというような振りがありまして、なんとなく今まだビートルズの曲っていうのはカバーするっていうようなタイミングになっていないのかななんていうことがあります。で、そこでです。私、レイレイが歌うんであればこんな歌を歌ってくれたらいいんじゃないかなというポール・マッカートニーの曲というところを、セレクトしていってみようというそんなコーナーになりますね。おい。ちょっと虫が飛んでるんですよ。これ、ライトをつけるとどういうことになるかというと、季節柄もありまして、言い訳っぽいね。虫が飛ぶというのは最近あります。対処します。さあ、では続けていきましょう。ビートルズで歌っていただける、そしてポール・マッカートニーの曲だったらどれがいいかということでございます。Let It Be も素晴らしいんですが、Hey Jude という曲、これですね、もう有名な曲だと思います。ポール・マッカートニー作曲、そして昔のムードというのもありますが、私はレイリーがHey Jude を歌ってくれたりすると、なんとなく壮大な広がりにつながるんじゃないのかなってことも思い、ここの曲を1曲上げてみました。で続いてまいりましょう。2曲目「ミッシェル」という曲があります。これは1965年「ラバーソウル」というアルバムに収録されているんですけども、終盤にフランス語のフレーズが出てきたり、少しウエットでなんというかマイナー調の曲なんですけども、レイレイの曲声色にとても合うんじゃないのかと思いまして、私はミッシェル・レイレイバージョン聴きたいなというような気持ちになっております。まあそのような感じですね。じゃあ番外編でちょっと皆さんのこのメジャーなところというのを少し深掘りしていく、探求していくというコーナーを一回設けましょう。僕の思いとは別のところですね。まあLet It Beもそうですけど、イエスタデーという曲がポール・マッカートニーの作曲ではまあ有名だと思います。そのイエスタデーというのをもしレイレイが歌った場合というふうに考えた時、鼻に残る声というのは活かせるんでしょうけど、本来イエスタデーが持っている曲の雰囲気とは違うところにたどり着くと思います。でも昔マリアンナ・フェイスフルっていうミュージシャン、ミック・ジャガーの彼女みたいになった時期ありましたね。まあ60年代では絶対外せない女性シンガーと言ってもいいと思います。As Tears Go By なんていう有名な曲がありますけども、ね、その歌い方とかとレイレイを比較していく作業になります。むちゃくちゃでしょ。で、マリアンヌ・フェイスフルがイエスタデーを歌った場合、そしてレイレイがイエスタデーを歌った場合っていうふうにすると、僕はリンサでレイレイの方がいいんじゃないかと思っている。そんな感じです。理由大きく2ついきましょう。鼻にかかる声で、ここが私は儚く切ないのがレイレイの声だというふうに捉えております。でマリアンヌ・フェイスフルも近いところあるんですけども、音程の取り方とそこに対しての鼻の息の突き抜け方というところで、好みがどっちかというと僕はレイレイの方が好みだということです。でマリアンナ・フェイスフルは当時、時代もあります。ドラッグカルチャーの中に入っていくところがあって、どんどん声というのがクリア度、鮮明度が低下していくというのがあったんですね。まあそれが独特の当時の時代っていうのを表しているところあるんですけども、まあレイレイはどちらかというと今年々そこに対してクリア度、抜け度が上がっているというように私は捉えていて、あと声の特徴というところの少し鼻にかかるところというのがなんていうかナチュラルエフェクトのように聞こえているということです。なのでこの辺注目して聞くと、イエスタデーを想像ですよ。イエスタデーをマリアンナ・フェイスフルとレイレイが歌ったという場合に、僕はレイレイの方が聞きたいぞというふうに思っている。まあそういうようなお話をしたかったということでございました。まあね、こういう音楽というのは時代背景であったり妄想、妄想力というところでつながるんですけど、時代背景というのは文化的なものというのが分かっていたりすると、こうであるああであると消去法の中で意外と頭の中で鳴るっていうのがあったりして、それを確かめに行くっていうことができるのが現在活躍している歌手とかミュージシャンっていうのを見ることで少しずつ叶っていくんじゃないかと、そんな気持ちになっておりますという話でございました。ではじゃあ最後いきましょう。レイレイ、ポール・マッカートニーの曲で最も歌ってほしい曲第1位、順位もつけてなかったんですけど、第1位とは何なのかということでございます。まあ私、ポール・マッカートニーというソングライターの質というのはベースですね。ベースラインというのをきれいに表現しながら、それでもメロディーというところをちゃんと美しいメロディーを出し、そして何よりもザ・ビートルズ時代の話をしますから、ビートルズというバックグラウンドの中で、曲作りということができた、そしてそこのバンドを使えた、これが恐ろしく素晴らしいことなんですね。でその中で私、延々歌えるポップソングを簡単なメロディーと簡単な進行で作れたというところが本当に尊敬していまして、レイレイに歌ってほしい曲、そしてレイレイの声なら陽気に楽しくなるだろうということで、第1位「オブラディ・オブラダ」という曲を選ばせていただきます。これももう皆さんにとっては非常に分かりやすい、浸透した曲だと思っております。レイレイがこのリズムに声を乗せた時に、若干先ほど言いました鼻の部分とか声にかかる少し儚く切ない部分というのがホップする感じになると思います。私そこがとても可愛らしくなるんではないのかというところと、同時にレイレイが歌う時の表情なんていうのが想像できたものですから、変に奇をてらったマイナーと言ったら変ですけど、ビートルズの曲マイナーってことはないんですが、奇をてらった少し味のある、深みのある、もしくは色気のあるという曲ではなく、明るく楽しいレイレイというのを見たいということで、オブラディ・オブラダなんていうのがいいんじゃないかというふうに思っております。まあそんな感じで、ハロープロジェクトとビートルズを重ねてみるなんていうことは、つんく♂さんも先日ね、イエスタデーと同じような形でキュートの曲なんていうのを表現していたので、そういったような流れ、ショックという曲をね、イエスタデーをなんていうか例えて、この詳細というのはまた違うところでお話ししていこうと思いますけど、まあ、ビートルズとハロープロジェクト、そして私の好きな歌手というのを照らし合わせていくなんてこともやってみたら面白いのかななんて思っておりました。で、本日はこのリングライトを購入したので実験的な撮影になりました。で、メガネだとこのリングになっちゃうもんで、ちょっとこのアランドロン的なと自分は思ってるんですけど内容全然違うよね。アランドロン的な方向でちょっとルックスも遊んでみようということでやっております。引き続きくにおチャンネル、土曜日日曜日というところ、様々、あとライブ配信もやっていますので、いろんなご意見いただきながら進めていけたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。素敵なサタデー一日をお過ごしください。じゃあね。